ちょっと録画の時間がなくなったので長いですけども、もうちょっと頑張って言いますね。だからまあ、そのゲームに関しては、もうほぼほぼ全部僕のアイデアで出来上がってるんですよ。で、今時生成 AI って言って、コンピュータグラフィックで、画像、コンピューターに書いてもらってるんですよ。で、ほとんどね、どういう風な内容かっていうのを、いろんな内容のものを、言った後、まあもちろんスタッフさんの人たちとかも頑張って自分なりに仕上げた部分あるんですけども、ほとんど方法、僕9割ぐらいなんですよ。我が天下は間違いなく。で、戦国ホームも、もうそのゲームがベースになって出来上がったものであって、もともとそういうゲームがなかったんですよ、この世の中に。それ考えたら、まあ、だいぶそのゲームに関して、その、新しいものを作るっていうことに関しては、まあ、一目を置かれるような内容ではあるはずなんですね。自分で作れますかって聞かれたときに、ほとんどの人は無理ですって言うと思うでしょ。あんなにややこしいものなんか、ね、いろんなややこしいものいっぱい関わってきた、なんとなくあの人らしいなって思うかもしれませんけども、ちょっとややこしくなりすぎです、あのゲーム。いろんなもの増えすぎてね。まあゲームしない人にはわからないと思いますけども、まあ話戻しますけども、結局ルール法律を分かっているか分かってないかの人間、その内容、それによってコンピューターグラフィックで変に腕に入れ墨が浮き上がってるとか、多分そうだと思うんですよ。じゃあ、昨日のイラン戦に関して入れ墨浮き上がってた人ね、僕と同じ目に遭ってるような人で、アイデアを搾取されてね、お金払ってもらってない。どうしますやっぱり髪の毛染めている人が悪いっていうことになる。絶対違いますよ。入れ墨なんかを、入れてる人間をテレビで放送しちゃダメなんです。本当に。そこはもう、選手としてとかだったら、テレビ出演者とかだったとしたら、出しちゃダメなの。テレビに。本当に。これが本当の話です。だからウィキペディアに書いてる内容もだいぶ嘘が多いっていうのもわかるし、ただまあ入れ墨に関しても、脅されたりとかで無理やり入れられた人は多分世の中探していると思いますよ。その暴力団とかが怖くてね。いろんな意味で、いろんな意味の暴力だ。警察を動かしてくる話込みで。だからいろんな人間で代わる代わる挑発行為を言ってきて、怒らせて、で、精神病院行きにして、で、もっと、めちゃくちゃなこと言ってきて、で、気分良くなってる連中。もうこの辺いっぱいおるから。でも、オーバーハンとかでもいっぱいおる。まあ、ちょっとさっきの話にもう一度戻しますけども、まあ、こちらも全力を尽くした、戦力も全力を尽くした、で、結果が出なかったとしても、まあ、どちらも最善は尽くしたから、もうそれで負けた場合はもうしょうがないでいいと思うんですよ。で、ただ正直、もう僕も本音全開でね、何かこう、こそこそ隠し事してたら、なんか嫌じゃないですか、人間として、なんか卑怯な生き方になるから。だから、僕は何でも、はっきり言うんですけども、対戦成績見ても、6勝6敗、5分けでしょ。完全に五分五分で仲良くしましょうでしょ。でしょ？で、そしたら次、イランとの試合、ね。これ全部僕の言ってる通り、物事進めたら、話整合性あってくるんですよ。親善試合、いらない。だからエネルギーのそれは残存の問題。これは世界中どこの国も。自分の国内で、プロのリーグとかを作ってるんだから、親善試合はいらない、本当に。世界中飛び回る人が増えるから。で、
その練習相手として必要なのであれば、代表の選手同士で紅白戦すればいいわけだし、本当はテレビで映ってない時の方が選手の力量っていうのははっきりと現れるのかもしれないし、その日のコンディションとか、状況とか、まあ、そういうのももちろんあると思いますよ。例えば高齢出産でね、親がでスポーツ選手として30代後半ぐらいの頃に親がもう介護でっていうようなことで家族のことが気になるような状況、心配でとか、だからそういうふうなところは実際みんなあるから、ベストのコンディションとか試合に、取り組めるかっていうとそうじゃない状況はあるから、なんかそういうところはちゃんとコミュニケーションを交わして、そこはもう、いやもう実はこういう状況なんですっていうことで、そういうことがちょっといろいろとって気になってっていうのは、まあ各自で申し出たらいいと思うし、それは恥ずかしいことじゃない。で、僕なんか生活保護っていうのを大っぴらに言ってますからね。だからその辺のところに関して、根拠のあることがあるか、はっきり分かってるから、だから僕は自分でそういうことを大っぴらに言えるのであって、必ずしも働いてるから偉いっていうわけじゃないから、かといってね、その賃金状態はそれは勘弁してほしいって、それ本当に建設費用もうどこの会社も同じ、建設費用でお金持っていかれてるから、スタジアムスタジアム元たどったら銀が悪い、それも317番の続きのところに書いてある、その法律名のところの、それはもう六法全書広げてくれば分かる、もう20条ぐらいまでにすぐに出てくるから、その会社を設立した人たちが悪いって書いてある、責任があるっていうこと、責任があるって書いているイコールそれは悪いっていうことになるの、悪いことがいろんな部分が発覚してきたら、だから議員が悪いっていうことになるの、絶対に。元公務員だったとしたら、そこのところも完全に仕事の仕方変えなきゃなんないってなるの。これは民間の会社だったら絶対そうなるんです、仕事の仕方としてね、ここはこうしましょう、ああしましょうって、民間の方が厳しいから。だけども賃金も安いからあんまりいや実は集まってこない、本当に。いやこれね、本当に社会のことをよく分かっていたら、例えばね、最低賃金で働かせておいてそこまでせえって言うっていうのがあるから、僕の例負けたことに関してはあんまりその選手としては気にしなくてもいいんだけども、髪の毛に関してはそれはなしですよ、はあります、本当に。髪の毛染めるのはね、それは本当になしで、あとこの辺に来た時に僕の件をごちゃごちゃ言わないことと、そもそも来るべきではない、そんな交通費があるんだったら僕の口座にお金振り込んでくれたらいい、日本代表選手であるのであればね、その辺のところの感覚としては、試合の勝ち負けを取り行ってるから、それで活躍させてもらったうんぬんでもいいでしょうし、だからその、アホみたいな電報の話も別に信じてないから、それ込みで言ってるんです。年収500万円以上の人から、高額所得者なんですよ。本当に。まずいないですか、この世の中。民間働きに行ったらわかる。大体、一時のお金だったりしますね。ボーナスがたくさん出た年とか。で民間企業のもう多分今も半分以下だと思いますよ、住居手当つけてくれてるところ。平成16年ぐらいのデータで 50% ぐらいですね、住居手当つけてくれてるの。だからそこは合法か非合法かでいうと絶対住居手当をつけなければならないということではないみたいなんですよ。だからこれもね、法律の曖昧なところでだいぶややこしいんですよね。だからルールを本当は統一しておかなければならない。だから歩合できなんかいらないっていうことを言ってるんですよ。だ時間給でしっかりとその仕事の価値とか、その人の今までの仕事の実績とかを評価してあげて、手腕とか実力を。で、あとは会社にしっかりとした売り上げがあるんだったら、ボーナスも支給してあげなきゃならない。設備投資のお金の返済ができてなかったにせよね。
それだけの労働力を発揮してるから、僕のねフルーツがパークのバーベキューコーン月間売り上げレストランとしてギネス記録軽く1億円超え5月だけですけどね、1997年か8年かそれぐらいの時の5月、もう本当に緻密な計算して、それ計画立てなかったら、1日でね、7000人ぐらいのお客さん食べて帰ってるんですよ。食料、肉、バーベキューコーナーだから、お肉とか切らなきゃなんないでしょ。だから、その、自前のところでなんか昨日追いつくわけないから、よそのところへ切ってもらってる近くのね、お肉屋さんとかから、で、こう、その、ちゃんとした部位とかをね、ちゃんと設定して、値段に合わせたところ、これは特選とか、これは上肉とか、そういうのちゃんと設定して、このペースで切ってくださいねって、それ、数字読めんかったら、発注をかけたはええけど、売れませんでしたじゃ話なんないでしょ。絶対現場回すしかないんですよ。本当にあとセットで売ってるから野菜もね、ヤマリっていうところに当時は頼んでたんですけども、カットしてる野菜なんかもう切ったらあんまり火持たないからすぐ売らなきゃならないで、冷蔵庫とかも保管しておくスペースは限られてるから、冷蔵庫もある程度もうずっとピストン輸送、もうトラックが積み下ろして、また工場戻って、そのカットしてるところとかに積み込んで、またすぐ戻ってくる。で、ある程度そのトラックが見えてきたら、誰か従業員がね、その通れるように、もうアスファルトの道路の上もお客さんでいっぱいだから、ゴールデンウィークフルーツラーパーク、時計とか見えてる、一般的に歩くところ全部車入れてたから、車とにかく止められるとこ全部本当に後先何にも考えてないような状態、本当に1日で7000人、ゴールデンウィークの時本当にもう10時半からお客さんにどんどん詰め込んで、団体、しかも団体のお客さんまとまったから、で、ある程度の時間でもう他のお客さんも今いらっしゃいますのでって、まあ、これぐらいの時間で、昼食終わっていただけますかとか、ディナーとかもう終わっていただけますかっていうこと本当ボーナスもらったことない、フルーツラッパー住居手当も扶養手当も最初初日で行った時に、もうこれ働いた人しか分かんないんだけども、 B テラスと C テラス僕一人で見てたから追いつかへんから、もっと片付けまでもうお客さん座って行ってもらって、で、ある程度の時間帯、例えば2時過ぎ3時過ぎぐらいになってきたお客さんの来るペースがね、こうだいぶ緩和されるから、その時間帯になってからやっと片付けが始める、テーブル拭いて鉄板をねこう集めてって、交換してって、そこもう息切れ起こすから、ああ超えてぜーぜー言い始めるから、それ多分税金の税ごめんなさいね、まあ最後の方にあんまり締まりのない話になるというか、まあ正直次のワールドカップの結果見なかったらわからないのと、なんか言ったで僕は取り組まなきゃならないのかなとか、で途中で試合中にね、もういつもの解説席正直言いますよ、気になる松木さんずっと審判のワーク、今のはすぐにオフサイド取ってほしいですよねって、ちゃんとね間空いて間空けてからちゃんと確認してオフサイド取ってくれてたでしょ、まあ、僕はそう言ってるんですよ、だから僕が言ったことを松木さんちゃんとメモしてくれ
それもう用紙としてちゃんともう解説機に置いといたらいいから。理由、後でちゃんと確認してもらったら分かるから、公然として VTR とかで流したら、みんなが承認だから、ルール、法律。今まで審判もこっちは厳しい大阪で。審判もあんまりひどいの、ヨーロッパの方で剥奪したったこととかあるから。本当に。本当舐めんなよって、本当に。お前ら税金でって、もう分かった分かったって。どうせその国の人の、低所得者の人の、その声が政府に上がらへんのやろって、分かってるから仕組みって。もう神戸ウィングスタジアム。神戸市長の笹山っていう人間、もともと神戸町づくり課の公務員。その男が株式会社神戸ワインっていうところで、先に株式会社神戸ワインのそのワイン場とかをみんなの税金で作ってんの。それが西区にあって、その後フルーツラパーク作ってんの。で、そこの社長になってんの。舐めてるでしょ。その後何したかって言ったら、市長になってんの、神戸市長。阪神淡路大震災ありました。全壊の家屋があります。みんなの税金で何したかって言ったら、神戸ウィングスタジアム作り始めて。僕の集合住宅とかね。ちゃんと、分譲マンション。僕が住んでたところ、分譲マンション。東山高校。神戸市兵庫区東山町4丁目16の18。阪神淡路大震災があって、2005年ぐらいにやっとね、建物を解体して建て直ししたところなんですよ。阪神淡路大震災が発生して10年。僕が生まれ育ったところが一番最後にされたの、集合住宅で。わかります？売り上げバーベキューコーナー走り回って、僕も二十歳になる前にバーベキューコーナーで人材派遣会社で来た人に仕事を教えて現場で稼働させていたのが多い10人以上。本当はすごい出世してる。若い人間捕まえて、とにかく頑張るやつ捕まえて、馬鹿正直に思いっきりピンハネしたったの、ちょっと。本当に。怖いでしょ、本当にこの世の中。法律全然稼働してないから。神戸ウィングスタジアムなんか作らなくても、神戸市西区にグリーンスタジアム、神戸の横に総合運動公園っていうね、スタジアムがあったんです。すごいスタジアムだったんです。4万人近く入るから3万9000靴。で、2002年のワールドカップも、日韓ワールドカップもあれ絶対、FIFA が4万席以上じゃないと試合させへんとかわけわかんこと。増設したらええ、やるんならやる。適当にその辺で。パイプ椅子置いといたらええ。野球と間違えと。野球はあれ、ボールめちゃめちゃ硬いの、公式ボールって。本当に。本当本当。150キロのボールって、レンガを固定して、万力で固定して置いといたら、割れるの。当たったら。力の逃げ場がないから。めっちゃめちゃ硬くて威力あるから、150キロって本当に。どうプロ野球選手あんなに体鍛えてる人がたまに骨折デッドボールしてたの、そういうことかって。自分でも思ったらわかるから。え、こんな硬いんって。正直、軟式と言いつつ、めちゃめちゃ硬いから軟式でも、あんなもん100キロ以上のボール当てられたら、めちゃめちゃ痛いから、ほんと。ちょ、これ笑いながら言ってるけども、僕は中学校の頃ね、その、熱血感のね、森安先生っていうのを、ちゃんと実名森安っていう人が野球部の監督だったんですって。熱血指導で、ね、もうものすごい速い打球とか打ってくるんですよ。で、一番大変なのが距離近いサード。距離近くってやっぱり打球速度が右バッターだから、そのノッカーがノックする先生が右バッターだから打球速いんです。体でボール止めなかった時に先生が怒るんです。なんでお前体でボール止めるんだよ、体の勝負やろ。
こうよよこう思わずこう避けながら撮ろうとした時、後ろに反らした時とか、普通の人間はボクシングに例えたら打ってこられたら避けようとするでしょ。それは当たったら痛いから当たり前であって、ルール法律で考えたら そこまでされたら防衛行動を本当は取って相手を本当は鎮圧しなきゃならない。僕みたいに両側が終わられてからだったらね、反撃能力なんかなくなるんだから、 血だまり3つもできてるから、唾液混じりだけども歯とかも折れて、こうやって歯並びガタガタになるんですから。なってるでしょ、歯に隙間とかができて、あ、その後虫歯だらけ、本当に磨きようないから、そんな間だから話だいぶされましたけど、ごめんなさいね、もうなんか今日言いたいこと言うような今富安選手の子認めようっていう声でも面白いこと言われる、コンピューターでもその方向で稼働してくるから、いやだからまあスポーツの勝ち負けもよくわからんといえばよくわかんないんですけども、届く字だけは絶対なくさなきゃなんないで、なくなったはず。まあ最後に、まあまあまあ、だからフィギュアスケートの方は、だ男子の選手はジャンプ一回失敗してるんですよ。で、それでも金メダル取れてるのは、多分他の国の選手も一回ジャンプ失敗してるはずなんですよ。僕の影響を受けてるから。だから僕の昔の状況、そのルール設定を聞いたときに、これ、負担大きすぎてこれ無理でしょっていうことになって、いや、国連ということでみんなまとまってあるはずですよっていうことで、いっぱい、その、誰かこけたらみんなこけるっていう、あれわざとしてるんじゃないから本当に本当にそうなるから、だからそれを考えていくとやっぱりフェイクニュースで、板倉アナウンサーをまず今は責めちゃダメ。誰が板倉アナウンサーに読めって言ってきたかって、常に上がおるっていうことで、でまた変なニュース流し始めたでしょ。シリア負けたでしょ。で、PK、後から映像見たんですよ。シリアの試合の PK。あんな威力のシュート打ってたら、PK。そりゃキーパー追いつくでしょ。フェイントらしいフェイント入れてましたっけ？また今頭の中取られてるので、ちょちょいね、映像見た後とかでも頭の中取られ始めたら分かんなくなるんですよ。いや、僕元野球部だから内野手セカンドと、まあ練習でもたまにショートで練習したことあるんですけども、監督に言われて、なんでかっていうと、中学2年生の頃懸垂12回で学年2位だったんですよ。体細いけど体重54キロぐらいだったんだけども、肩強い人はセンター行くでしょ。僕よりもちろん背高い同級生だったんですよ。中3の時に腕相撲勝負した時に、いい勝負、1分以上勝負つかんかって本当互角肩強かったから、なんかまあ練習試合とかでもショートだから、内野手を今何が言いたいかって言ったら、内野手してたから野球のボールの方が打球速度速いじゃないですか。あれね、ちょっと話それるんですけども、大リーグの選手がね、大谷翔平がバッターボックス入った時にベースの後ろ2メートルとか
本当に距離を空けてる時3メートルぐらい後ろ守ってる時あるんですよ。あんなバントされたら絶対どうしようもないからちゃんと翔平にはもともと言ってるんですよ。バントの練習はちゃんとしといた方がいいっていうことで、いつでもバントできるようにっていうこと。まあそれはワールドベースボールクラシックの日本代表の選手全員できることは一つでも多く身につけておいた方がいいっていうことで、もうだからワールドベースボールクラシックでも一回翔平はバントで出塁したでしょ。あれね、なんであんなに後ろで守ってるかっていう理由はあるんですよ。去年翔平は打球速度190キロ超えを2回計測してるんですよ。去年のね、ワールドベースボールクラシックの、去年の、じゃあワールドベースボールクラシックじゃなくてアジアカップかな、最後の方の、11月か12月ぐらいのアジアの、大会、4番は牧選手、ホームラン綺麗に打ってるんですけども、打球速度165キロなんですよ。で、放物線を描いているドーム球場だから、ドーム球場だったと思うんですけども、まあ入りやすいっていう状況、風の抵抗がないから。で、まあそれもちゃんとね、ボールカウントうんぬんとかがあって、もう僕の中でも頭の中でももう次狙っていいっていう状況で、もちろん牧選手も理解してる。それはボールカウントが先行していて、あ、もう次ストライク取りに行くなっていうのはもう分かりきってるから、場面的に。だからそこは狙いに行ってホームランなんだけども、165キロなんです。わかります？バッターボックス一回立ってもらったらわかると思いますけども、本当に165キロのボール来たら、慣れてないと絶対怖いから、本当に。明らかにストライクなんだけども、うわーってこうなるから、本当に。最初はみんなそうだから。で、195キロの話も、これもともと元ネタがあって、もうこの辺からの話は、息抜き程度でね、もう聞いてもらったらいいんですけども、昔ね、僕は小学生ぐらいの頃に、緑山高校っていうアニメを見たんですね。まあその元が漫画で、いつから始まった漫画なのかわかんないんですけども、主人公の二階堂っていうやつが、人間じゃ絶対無理ですよ。投げる方で190キロ出して、190キロ超え。相手もね、名門校チームとかなんですけども、バントしに行ったりするんですけど、バントで捉えたんですよ。さすが名門校って一瞬思うでしょ。どうなったかって、バットが弾き飛ばされて。で、その頃のアニメーションって表現技法がね、昔のアニメって正直あんまり大した絵じゃないじゃないですか。どんな風な表現技法をしてるかって言ったら、二階堂が全力で投げるとき、腕がもう光ってるんです。エヴァンゲリオン、片腕なくなって、腕から光の手が生えてきてる。野球ベースで話する。190キロのボール投げるよ。どんな腕しと、もう無敵やろ。絶対人間には無理なんですけども、打球速度だったらね、メジャーリーガーの人でちょいちょいね、すごいバッターの人は打球180キロ台をたまに出すんですよ。ごくそれでもたまにですよ、180キロ台で。一説によると190キロ台を計測、打球速度を計測したことはメジャーリーガーではあるっていう話だったんですよ。誰だったか忘れましたけど。翔平だったら多分できるよっていうことで、打球速度190キロ目指そうっていうことを言ってたんですよ。で、春のキャンプとかでも心の声で、もう一回り大きくって、体の方を、翔平ももう一回り大きく。分かったって言ってるんですよ。で、まあ、体さらに鍛えて、で、まあ、彼のバッティング練習見てびっくりするから。野球場の3階席ってめちゃめちゃ高いでしょ。サッカースタジアムでも3階席って高いでしょ。そこは、まあ、ちょっとパフォーマンス込みなんですけども、まあ、一本足打法で、距離出す方でね、打ちに行って、まあ、試合でそれすると、変化球とかの対応難しくなるんですよ。だから、
鋭いシャープなバッティング、無駄のないそのバットの、あのヘッドをね、あの最短距離で動かすっていうような形の打ち方、基本的に。ただね、これは野球界で絶対あるんですよ。次絶対ストライク入れてくるなって、もう絶対分かる時があるんですよ。ボール先行してしまって、投げるしかないって、次ストライク入れるしかないって、そこはもう狙いに行ったらいいっていう場面があるんですけども、まあまあ翔平の場合はね、彼の場合は筋力があるから片足上げなくてもね、彼は昨年のシーズン190キロ台の打球速度を2回あの計測してるんですけども、何が言いたいかって言ったら、そのベースの後ろ3メートルも後ろにメジャーリーガーとか2メートル後ろは結構ある、みんな当たり前でなんかそれぐらいのところに守備位置敷いてるんですけども、打球が速すぎる。190キロなんか頭当たって死ぬっていうね。その、いやもう頭蓋骨絶対割れると思うから、だって150キロで固定してたらですけども、レンが絶対割れるんですよ。本当に。もし割れなかったら、そのレンガは特殊な作り方してると思う。普通のレンガは100発100中で割れてたから、固定すると力の逃げ場がないから。だからバッターボックスでみんな避けようとしてるから力の逃げ場があるんであって、ボクシングも同じで、体に常に体を動かしてるのはそういうことであって、避けるのも込みだけども、もし当たってしまった時に力の逃げ場を作っておかなかったら危険だからっていうことであって、やっとサッカーの話に回ってきますけども、シリアのね PK の時明らかに遅いでしょ。正直ね、元野球部の内野手から言わせたら、いや絶対そんなん飛んだら取れるやんって本当、いやたまに思うんですよ、神がかり的な力の方なのかやらせなのかどっちなんやろ、分からない。いやただね、 PK でね、そのの甲で打って速いボールをね、結局日本代表は昨日の試合で PK で得点入れられていた時、相手選手ちゃんと足の甲で蹴ってたでしょ。僕から言わせた PK って足の甲で蹴った方がねコントロールしやすいでしょ。いやだって前に向かって走っていくから、足の甲の方が角度とかを、ただし外すなしですよ、 ゴールの外に外すなし、ちゃんと枠の中である程度のキーパーから離れた位置だったら、あれもう物理的に飛んだって絶対間に合わないでしょ、速度で。まあ、本当は PK もああいうシュートの仕方は全力で打つっていうのが基本であって、それね、あのポストのそばの枠ギリギリまでじゃなくてもいいんですよ。ポストの枠から斜め上の位置だったら、キーパーは真ん中に立ってる時だけですよ。右と左上のところだったら、50センチぐらい離れていても十分ゴールできます。絶対追いつかない。蹴る前に、例えばこっちの方に蹴ってくるとして、それ先読みして動いてこう飛んでいったら、間に合います。だけども蹴ってからのジャンプだったら絶対無理です。どう考えても、誰が行っても、どんだけすごい人連れてきても、ものすごい体鍛えて背が2メートル以上あって、ものすごい体鍛えてる人でも、ちょっと待ってください、今一瞬頭の中2メートル30の人来てから鍛えたらどうなるんだろうって思ったら、正直頭の中では間に合うっていうことになっちゃった。その自分で電波じゃない、電波で何も聞こえてない、計算したら届くっていう、そ腕も長いから50センチぐらい変わってくるから、あそれだったら届くわって今気づいたんですけども、あとはキックした時の打球速度、サッカーボールも本当は打球速度、打つだから日本語で言うと、蹴るも打ち込むだから、
本当は PK ってああいうシュートの仕方だと思いますよ。まあ、あだ名がまさるとね、もうフルネームを忘れてしまうんですけども、遠藤康彦でしたっけ、遠藤やったんです。いや、遠藤っていう選手今もいるでしょ、遠藤渡す。じゃあ、どちらか分からなくならないように伝えようと思ったら、フルネームで言うしかないじゃないですか。僕ならぐらいの年齢とか、もう30半ばぐらいで本当は分かるから、いや、その、似たような名前の人いっぱいおる。他にもいろんな業界で遠藤っていう人いっぱいいるって、テレビ出てる人で。山田さんもっといるから、ほんと。もともとの話、鈴木一郎さん、日本の中でも5本の指に入るぐらい鈴木家っていう人たちはいらっしゃるみたいなんですよ。あと佐藤さんと山田さんとね、その3本柱すごい鈴木さんから見少しずつ頭の中とか借りたい借りた場合どうなるって、それ返さなあかんのやろうって、どうなるって、そんなにたくさん渡してもらったって一人で返すと一郎さん白目を向いてたやっぱりあかんわまあもともとそういう話でね、あの物事成り立ってるんですけども、やっぱり返す時のこととかもあるかもしれんから、って、いやだって淡井さんだってあんな人の数請求かけられへん、多分最初から無理設定組み込まれて切ってないとか訴訟費用いちいち郵送するのに、あのまたまああの配達証明とかって高いんですよ、1000円いくらかかるんですよ、納めなあかんから訴訟費用も入って請求かけたりはできるんですけども、最終的にはその訴訟費用に関してもどれぐらいの割合負担かっていうのは裁判官が判断するんですあ、一人一人個別の裁判はできないからその大きな金額見込めないから、だからまあ今回の能登半島の地震でも僕はまあ1万円を寄付しました、生活保護者でもっていう形、いやだからもう一人一人の年収なんかもうみんな自分で潔く明かしてくれたらいいのにって、自分で、フルーツラパークのねバーベキューコーナーで、その株式会社神戸ワインの方のあの直接のアルバイトの形で働いた時に、僕は自分の明細書を貼り付けたあれだけ結果出してきた先人の時給850円、それで住居手当とか不要手当とか何にもない、どうりで裁判勝てるわけやわって分かるでしょ、そこで勝てんかったら無駄がめちゃくちゃなるでしょ、そこまで行く、そこもそれで裁判もし勝てなかったら完全に奴隷制度になるから、本当に本当に冗談抜きで、普通にみんな僕みたいな状況が本当になって裁判所で退場してもらえなかったら困るでしょって、そこはあって、それ国庫賠償法でもいいでしょって、アメリカの債務上限引き上げの話知ってます、お金すれるやんだからエネルギーの残存量問題、これが軸なんですって。だから給与の算定表とかあるのは、みんなたくさんお金を持っちゃうと、ね、世界中旅行しまくるやつとか、エネルギーの残存量何もかんない。現れるから、一人で車2台も3台も買うやつとか。ほとんどの人は、9割以上の人は、電車バス徒歩だから。もう世界中ほとんどの国が絶対そうだから、100カ国以上が本当にできるから、それで本当に生活してないだけ、本人が車の運転免許証とか買ってお金持ったから、車買えるだけの財力を持ってしまったから、一般的な普通の財力ですよ、だけでもそれで車買っちゃったんでしょって、そういうことなんですよ。
ごめんなさいね、サッカーの話から離れて。だけど、こういう息抜きとかもせんかったら、ねえ、僕と選手同士で喧嘩してもしょうがないし。だから、まあ、さっきの最初の方の、喋ってる時も、外から絡んできてる人間の声、入ってませんでした？入ってましたっけ？あれもね、撮影始めるちょうどぐらいの頃に、外から絡んできた、どうせ今度は若いやつ。もう、ほんと、キリないです、本当に。自分たちが、な僕が、本当はあんまり僕が笑ってるような動画とかを見せない方がいいのかもしれない。泣いてる動画とかをちゃんと見て、で、どういうふうなことがあったかっていうのを聞いたら、普通は僕に向かって、そういうひどいことっていうのはできない。普通の人間であればね。それでもさらに喜んで、喧嘩売るようなことを平気で言ってくるやつは、いるんは世の中存在するんですよ。あんまりこれ言っちゃダメなんですけども、そこで僕はどうなることもね、ダメだって言われたら、正当防衛なんか何もなくなるでしょ。どうなったらダメなんだったら、もう後殴るしかないやんって。そうじゃなかったら、こいつはずっと絡んでくんねんからって。喧嘩売りに来んねんからって。あなたたちも、まあこれは警察官とか裁判官の人にメッセージなんですけども、あなたも同じ目に遭った時どう思いますって、どう反応しますって、それでも怒らないでいられますって、無理でしょって。だって裁判所で裁判官の人が法廷でね、怒ることすら認めてくれてるんですよ。裁判所に僕は原告で一人でね、株式会社神戸ワイン相手に裁判した時に、一応ね、言うんですよ。一応僕は自分で自分を抑えますけども、自分で、裁判してるわけですし、私は被害者側ですから、怒鳴るようなことがあるかもしれません。認めてもらえますかって言った時に、裁判官は認めますってちゃんと言ってるんですよ。それはしょうがないんですよ。そうじゃなかったら正当防衛できなくなるから。で、仕事場で怒鳴られることぐらいみんなあるから、むしろ、普通それが。で、それなかったら、それはそれ仕事場回んないの。2回も3回も同じこと言っても、また同じ失敗してるやついたら、それ怒鳴るなって言われる。無理だから、現場回んなくなるから。そう、危機感持たせなかったら。ほんとね、結婚式場とかでも、例えばね、サンパレス六甲とかで、まあ、主婦の人でね、ちゃんとお客さんに飲み物をね、ビールなのか、ウーロン茶なのか、ジュースなのか、ちゃんと聞きなさいよってマニュアルまで作ってたと思うんですよ。まあ、マニュアル作る前だったとしても、ちゃんと僕は口頭で何回も言って教育したはずなんですけども、人材派遣会社から来た、まあ、人間で、向こうの、サンパレス六甲の直接のアルバイトの人みたいなんですけども、僕が見てないと思って、その方が早いからね、楽だから、片っ端から全員にビールついていきよって。もう、裏、向こうで結婚式してるから、あんまり大きな声で怒鳴ることもできないから。なんでって。言われたでしょって僕に言って。なんで言った通り仕事しないのって。だからそういうふうなことあるから。あと、ある程度、大きな声で、しっかりと気張るような言い方とかで言わなかったら、まあ、怪我する人はするから、危険なところ。こう危険だから、もう絶対こういうようなことをしちゃあかんでっていうような。まあ、結婚式場で骨折した人とかいるんですけどね。僕は休みの日に。パーテーション、こう、伸ばしていくタイプのもので、つながってるタイプのもので、大きなホテルとかだったら一枚一枚をこう動かすような形になってるんですけども、一枚つながりのパーテーションをこう閉じていくときかな、開くときかな、開くときに指挟んだのかな。それで骨折したものがいて、多分ね、ジャンヌ・ダルクの、
とキーボードでキヨさんっていう、まあ、ジャンダルクというバンドが昔あったんですよ。でキヨさんっていうキーボードの人の 妹さんだと思うんですよ。だ多分もう今笑いながら言っちゃダメなんですよ、骨折したから。まああの、まあ、休みの日に電話かかってきて、でまあまあそういう、まあ、現場に行ったりとかしたんで、現場には行ってないかな。あとまあ従業員のものにまあ、すぐに、まあ、勤務先のサンプレス六甲さんの方で、その当時の勤務者の人がすぐに病院連れて行ったのかな。でその骨折してっていう、まあ、対処で、あとは従業員の人に、まあ、どういう状況だったかっていうことを確認して大丈夫っていうことで。話を本当に全然それで ごめんなさいね最初のね、その昨日の試合の1の部分だけ聞いてたら、もうなんかみんな心の中モヤモヤなるでしょ。もう 2の途中のところからもう笑い出した瞬間でもうええかってなったんです、正直に言うと。まあまあこういう風な内容のものを、アップロードしています。以上です。ちょいちょい。まあ、グレイのテルさんとか、タクロさんとか、タクロさんもそうだと思うんですが、テルさんは間違いなくフルーツアパークのバーベキューコーナーで、僕は二十歳ぐらいの頃働きに来てるんですよ。だからルナシーの人たちもそうだし、ホームページ淡井圭介の履歴の65番の近くに、日本の男性バンドマンベスト100っていう曲のところがあるんですけども、まあ息抜きの時とかに今の日本代表の選手とかの人だったら、まあ聞いたことのない曲とか多いと思うんで、まあ聞いてもらったら分かると思います。良い曲で、まあこの曲知って得したなって思えるような曲、まあよかったら聞いてみてください。まあ僕の方には一銭も入ってこないんですけどね、再生回数全然何も、その人たちの選ばれてるその曲のところで再生回数が、まあ上がるっていうことになるんですけども、まあグレイの曲なんかは、グレイの人たちの曲なんかは、まあ僕のこととかをだいぶ気にかけて、いろいろ状況を知ってから、まあ歌詞とかもだいぶ心配してくれるような形の、歌詞を書いてくれてます。まあやっぱりその辺の曲聴いてもらったら、ああグレイが日本の歴代のバンドマンで一番最高のバンドなんだなっていうのは分かりますね。曲のクオリティですね。だからそれ聴き比べてもらったら、今の動画、例えば動画の再生回数が1億回突破だのなんだのっていうのがあるけども、グレイの曲で動画の再生回数がね、まだ2万回とか3万回とか、下手したら1万回台とか、そういう曲でも、そういう曲より、その奥越えよりも、あ、こっちの曲の方がいいじゃないっていうのが分かるから。みんなあんまり知られてない。だからその辺のところも本当はね、テレビ局の音楽業界の悪い癒着で、本当はクオリティの高い作品を音楽番組で一般の人たちに教えてあげなきゃならない。だテレビ局っていうのは音楽であれ何であれ一部報道の要素があって、報道っていうのはニュースだけじゃなくて人に影響を与えてしまうんですよ、良かれ悪かれ。だから歌詞に関しても昔はそのジャンヌ・ダルクって人たちの歌詞振り幅ものすごくて、ものすごく良い歌詞で曲もね曲調も良い、なんかこうすごい良い、おすごいなっていうのを作ってくるんですよ。それとは正反対エロ系の歌詞だよね。みんなに勧めつな。このヴァンパイアっていう曲、これちょっと歌詞全体的に全て書き直して。世の中のもうエロい部分全部排除して、世の中のこのね、さっきの僕の言った、賃金の不払いみたいな形とかやるせない、そういう話。歌詞書き直したら、ちょうど曲調とマッチするから。不払いもう何でも報酬であろうが出来高だろうが不合だろうが請負だろうが不払いは不払い、もう本当のこと言うとフルーツのパークで僕は何って言ったらみんなの前でスポーツの勝ち負けの時、それ本当はテレビ局の人間とかで証人がいたはずなの、もう
その当時僕は二十歳でもう26年経過してるから役員の人はもうこの世にいない人も本当はいる。これもう、今はもうちょっと真面目な顔で言いますけども、そのこの世にいない人たちも結構います。だから当時の人たちで26年も前ですから、ね、その当時の役員だった人たち。だからそれまだ証人の人いるのっていう話になってくるんですけど、覚えてくれてる人って何言ったかって言ったら全部受けますって言ってる。天気から何から政治経済金融価格スポーツの勝ち負け全部今から考えます。その当時は金メダルを取った人とかほとんどいなかったんですよ。1997年までの間で、日本人の人でね。で野球も世界ナンバーワンになったことないし、サッカーもそうだし、まあ他のスポーツもほとんどがそうですね。水泳とかぐらいですかね。まあ島国だから、周り海だからっていうことで、その昔ってそんなにプール、第二次世界大戦があったから、世界中でプールがない学校もあったから、日本でもあるんですよ。小中学校でプールのない神戸市兵庫区の人口密集地帯でも あるところはそうだから、そう あるっていうのは ないっていう意味でね、プールがないっていう意味でそういう学校はあるから、だからもともと日本は島国だから海とかで泳げたりしたから、だからその水泳でね、金メダリストとかがいたっていうところで、だからその海のない国行ったら分かるから、本当に。まあだから、まあ神がかり的な力云々とかその辺のところまでしっかりよく分かってなかったら、だから昔もボクシングで2階級制覇とか3階級制覇が畠山さんが初めてかな、2階級制覇が畠山さんが初めてか、まあ、まだ数人目とかそれぐらいだったと思いますね。で亀田さん兄弟の誰かが 3階級初制覇、日本人として世界チャンピオンとして、そのフルーツアパークの1997年以降からなんですよね、ボクシングの世界チャンピオン、すごい記録がたくさん出始めてきたのは。一時向きになって東日本大震災の後世界チャンピオンを、日本人でね、世界チャンピオン歴代最高の一番多かった時で13人だったと思うんですよ。まあ、その辺でも気合と根性で誰からもお金を知らない。それでも勝ちに行こうとして、その一日頑張らないで頑張ってる僕ってなんて真面目なんだろう、なんて頑張り屋さんなんだろう。本当にでこれね、いろんな方向から考えても、そのグレーの人たちとかねもうそうなんだけども、まあプロモーションビデオとか、まあラルク・アンシェルのハイドさんとか、まあテレビ出てる時もそうだけど、他の人たちもビーズの方たちもフルーツアパーク働きに来たりしてるんですよね。ビーズのお二人の場合はもうすでに働きに来た時点でも売れてる方なんですね。CD の、ヒットランキングで1位を多分何回か取ったことがある、もうすでにその時で、世間から、すごく注目されてた状態で、もう働きに来てくれてる、ね、まあ、グレイの方たちは、まあ、グレイかラルクかルアンシーじゃないかと言われたんですね。ボーイや X を超えるのはっていう、ボーイの皆さんは昔ミリオンヒットを出してるんですよ、 CD 時代の頃に。でその頃は海外への販路って多分なかった頃だと思うんですね。だからその条件で100万枚売るっていうのは、まあ、もう動画の再生回数には変換できないんですけども、100万枚以上売るっていうのは相当多くの国民の人が、ファンになってくれなかったら100万枚売るっていうような現象はまずない。おじいさんおばあさんまず CD 買わないですから、その頃の時代もう少し前の世代の人たちもカセットテープだったんですよ。
で、レコードとか CD で、CD がレコードの発売確かしてなかったと思うんですけどね。まあ分からないですけども、ボーイの頃は。まあ CD の、まあ、ミリオンヒットを出してるんですよ。それはその当時はものすごいことで、海外の販路がない状態で。まあ X も、すごい売れたんですよね。で、X の頃からギターとか、そのドラムとかのレベルが飛躍的に上がってるんですよ。叩き方とか、すごくたくさん叩く。ギターもすごく速い指の動かし方をする。で、ジャンルだ。インディーズの頃からすごい速弾きとかするんですか。やっぱり、まあまだプロの前ですからね、あの、音が、ライブの時に、ね、あの、CD として販売するときは、ちゃんと収納してるから、音が出てる時のね、あの、バージョンで販売してますけども、やっぱりライブの時に進化が問われる。けどそこも、本当は、そこね、その辺も神がかり的な力、ものがあるんですよ。例えば、じゃんけんも神がかり的な力で勝てるんですよ。頭の中かしたりとかで。この間、1月6日に、阪神タイガースの元監督の矢野さんが、神戸北イオンモールって、ここから、北西の方にちょっと行ったところにあるんですけど、ちょっとって言っても歩いたらとんでもない距離あるんですけど、そこに来てね、トークショーをしてたんですけども、それでちょっと行ってね、で、その、じゃんけん大会があって、一応まあ、席が用意してあって、パイプ椅子。そこの席に座ってる人たちの範囲内で、じゃんけん大会で5名様まで、矢野さんにサインがもらえるっていうのがあって、まあ最後の方は、子供が残ってたんですよ。小学生ぐらいの子かな。で、まあ、もう一人大人だったんですね。で、まあ、子供にはまあ未来があるし、そのサインをもらうことによって、まあ、野球を頑張る原動力にもなるかもしれないから、その子にまあ頭の中貸してあげて、それで勝てるからっていうことでね、淡井圭介の頭の中をあの子にお渡ししますって心の中で唱えて、で頭の中貸して、でもうその瞬間から顔つき変わりましたね。キリッとした顔に変わって。で、じゃんけん勝って。で、まあ、サインもらう。で、まあまあ、本当のこと言うと、ジャンクスポーツの、昔、今も知るのかどうかわからないですけども、家電製品をね、なんかこう、箱の中に手突っ込んで、当たりのボールを引けたら家電製品が漏れるってあるでしょ。あれね、頭の中貸す人がいたら、絶対引けるんですよ。本当に。で、ドラフト、プロ野球のドラフト会議も同じような要素があるんですけども、ただこれは、僕の場合は、先々のことまでがあるから、必ずしも、外れ1位が、くじが外れたからといって、それは必ずしも外れとは限らないんですよ。わかんないんですよ、これ。選手生活が終わってみなかったらね、どうなったかっていうところは、最終的な成績が出るまで。ただ、プロ野球界の、ピッチャーの迷宮界入りの200勝投手っていうのは、あれは、ハードルが絶対高すぎる。昔は、中4日とかで投げたんですよ。試合の投げる数がね、1年間通して多かったから、200勝以上とかの人が、ごく稀に出てきていたと。で、もう、肩の故障云々とかあったから、たくさん筋肉とかつけるようになって、150キロ超えとかが常識的になってきたから、速い球を投げる人は。力で押すタイプ。だから、松坂大輔投手でも170勝止まり。岩隈投手も170勝台だったんですよ。まあ、松坂大輔投手も170勝台だったと思うんですけども、200勝なんてもう、ちょっとね、よっぽど変な成績にならんかったら、なかなか届かない。今のところはダルビッシュ有と田中将大に関しては、二人とも僕に会いに来た方で、ちゃんとね、丁寧に敬語使って、接してきた方で、まあ、その話に行くと多分、総合格闘技の堀口恭司選手も、ちゃんと敬語使って僕に接してきた方だったと思いますよ。僕に偉そうな態度を示した人間。普通に考えた方が。
当たり前やそんなもんってどれだけものすごい上の人間に敬語使うんで話してんのって、あのもう二十歳過ぎの頃から議員にあの誘われてたか本当はある程度分かった時点でもう議員になったらなったで多分がんじがらめになるなっていうのは分かったから、で僕の中では世の中を良くしたりとか本当はエネルギーの残存量問題の解決用の人あんまりあれこれ手出しても全部が全部なんか絶対無理。あの特許関係のところ見てくれました、あの YouTube 一覧表で自然再生可能に河川水門開式玉前地下水トンネル発電のところを今アクセスしてもらったら特許関係っていう欄がアクセスできるようになってます。そこアクセスしてもらったらどんな文章がね、あの特許としてあの出願するときどんな文章を作らなきゃなんないのかっていうのが分かります。で僕の場合はそこの例で出してる人のものの倍ぐらいの用紙の枚数になるらしくて、一応まあ、 あのそれができたら一応特許は、取れるんは取れるんですけどものところまでは聞いてるんですけども、ただそれをいろんな企業とかね国が採用してくれるかどうかの話になるかな本当に。ただまあ僕の方の話で作ろうとするのであればね、河川水門開式玉前とか作るのであるとすれば僕のその形のタイプのもので車ごとが軸になるような形のものが採用されるはずです。地震とかあるから丈夫に作らなきゃならないかといって金属をたくさん使うわけにもいかないっていう形になるから、だから水車型は絶対無理。ある程度の河川でそんな大きな水車横幅例えば10メートルで深さが20メートルとかでそんなむちゃくちゃ大きいその水車なんか怖い。正直重さがものすごいから絶対両サイドの軸のところからコンクリートが割れてくるから絶対本当に。だから僕の案の方になるのはまず間違いないんですけども、ある程度は書いてます。もう途中からもうちょっとバカバカしくなっても国保有でいいから特許だから発案者は僕で、まあ、弁護士とかあの弁理士さんつけてもらって、弁理士さんっていうのがあの特許のね文章とか書いたりするのが職業として行ってる人たちで、正直そういう人たちに行ってもらわなかったら素人の人ではまず大体の人は無理ですね。でまあ文章とか書いてもらって、で国ただその特許の使用した時の特許使用料のお金が入ってくるのはもう国でいいからいいですから、エネルギー庁の傘下の人間として僕を雇ってくださいに書いたんですよ。ただ基本給は年齢に合わせた基本給でボーナスつけてください、まあ住居手当扶養手当ありで、あとはちゃんと法律守っておいてくれた長時間労働の場合は残業手当がつく、ただ年間2500時間ぐらいの労働時間の枠の中に収めましょうっていう内容のものでに書いたんですよ。でただそれだったら僕の場合は厚生年金がトータルでかけてこれたのが1年分ぐらいしかないんですよ。これはもともと人材派遣会社でたらい回しとかにあって社会保険なかなか入れなかったんですよ。でみんなからのちょっとしたお金をある程度出してもらわなかったら、だから2000万かけてなかったら60歳からの支給なのか65歳からの支給なのか分かんないんですけども、一月15万の年金たどり着かないし、もともと家のローンって35年ローンで組む金額なんです、一月の返済額はね。もう僕46歳、一月普通の一軒家とかでも20万円以上とかもうこの話最初からむちゃくちゃなんですよ。嫁が決まらなかったら住む場所決まんないでしょ。でもともと遠距離恋愛は最初から無理だったんですよ、親の介護とかあるから。これ地方にいる人みんなそう、まあ神奈川県とか千葉県とかだったら東京に住んでる人との結婚はまだその距離ぐらいだったらありかもしれないけども、こんな離れてる距離でおらんから交通費絶対無理だから、最初からこれあかんかったやんっていう話になってくるんですけども、だから親の介護、母親の介護は私の方でして、まあ母はもうお亡くなりになったんですけども、2019年にその死亡届も出してます。で
兄弟は3兄弟だから、まあ、姉の方で、父親の介護してねっていうことで、もうそれもうめちゃくちゃ揉めたんですよ。もう僕の家族もひどいもんで、弟も逃げに逃げて介護から生活保護者である僕母親も父親も両方の介護を押し付けてきよってもう弟なんか電話かけても全然電話出へんし、でもこっちで調べ回して、もう一応一般人でも法律覚えてたら調べれますからで家突き止めて家行ったら、出てきたの弟の嫁が追い払いにかかってきてもうめちゃくちゃ弟も僕と一緒にここに住んでた頃から髪の毛染めてしまっていたの暴力事件は起こしてないはずなんですけども、一応ね、護身用で、まあ僕の状況はいろいろありましたからね、まあどこにどんな奴がいて、いつ襲われるか分からへんから、まあちょっと、まあボクシングジムぐらい通っといた方がええぞと、体鍛えてなかったら、いざそういう場面に出くわした時、どうしようもないと。まあその別に、それは人助けの部分でもそうなんですけども、もし喧嘩が始まった時にね、これ案外止めに入る人間まずいないんですよ、本当に。ちょっと君、ちょっと待ち待ちって、もう消す、呼んでるからって、もう総理としてあかんからって、君も、捕まっちゃうから、もうやめときよっていう、止めに入る勇気。これは、日々、110番を、